徴兵検査は各国の憲法、法律で徴兵制度が義務付けられている国において一定の年齢に達した者に対して身体検査を行い合格した者を徴兵対象の候補者とするための検査。日本における徴兵検査の様子、第二次世界大戦終結までの日本では20歳に達した成人男子は全員徴兵検査を受けることが義務付けられた。 4月から5月頃に通知が届き、地元の集会所や小学校などで検査が行われた。検査に合格した者は、翌年の1月10日に、各連隊に入営することとなる。長兵検査は20歳以上の義務となるものの、志願によって17歳から入営することができた。大勢の人間の身体検査を行うことから、医学研究として、 本来は行われない項目の検査が依頼されることもあった。検査内容を含めて、平調兵検査も参照。身長、体重、病気の有無が検査される。合格失速入営となる可能性の高いものの判定区分を講師というが、講師合格の目安は、身長五十二センチ以上、身体が案だった。始まった当初の明治時代では、合格率が かなり低く、十人に一人か二人が公主とされる程度だった。上島森平は、身長が一寸足りず不合格となったが、短眼を繰り返し熱意を見せたことや、日露間の緊張の高まりを受け条件が、やや緩和されたことから再検査で合格した。太平洋戦争末期では、兵員の不足から、公主に見たな四つ種、兵種でも徴兵されることとなった。 合格判定基準は、下表の通り。三島幸夫が、徴兵検査を受けた現存する過去川町、公海道徴兵を逃れるため自傷したり、極めて不健康な生活で故意に病気になる、タバコを一日ち3から4箱水急激に体重を落とす、醤油の一気飲みで血圧を上げる、肛門付近に精肉をつけて、重度の字を装う、視力や、聴力の低さを偽装するなど、 様々な方法を試みる者がおり、徴兵の枯れ対策として、陸軍身体検査規則が作成されたことや、戦局の悪化に伴い徴兵の枯れも不可能になっていった。ただし、内地では、検査を行う医師も不足していたため、徴兵検査を担当するのは、新人や戦時中の医師不足対策で要請された、経験の浅い者が多く、風邪を結核と誤診するなど合否が安定しなかった。 集団生活を送ることから、肺病の基準は厳しくなっており、胸膜炎など結核と関連する症状が見つかると、一旦兵士合格として、様子を見るため、タバコで肺や気管を痛めるという偽装もあった。山田風太郎は、胸膜炎のため兵士合格となった後、軍需工場で働きながら、旧正東京医学専門学校に合格し、医学生となって、徴兵免除となった。 三島幸夫は田舎の隊で検査を受けた方が日汗が目立って取られないで済むかもしれないという父の入れ知恵により本籍地の加古川で徴兵検査を受けたが合格した。しかし招集される数日前に母親から移された風邪を軍医が廃病とも信し即日帰郷となった経緯がある。韓国では現在でも憲法、兵役法で徴兵制度が取られている。 韓国の兵役法は徴兵検査を定めており、兵役義務者は19歳になる年に兵役に耐えられるか否かの判定を受けるために、地方兵務長長が指定する日時及び場所で、徴兵検査を受けなければならないとしている。兵役法第12条は、身体等位について定めており、身体検査の結果を見て、軍医官が7等級で判定を行う。兵役法第86条は、 兵役義務を忌避し、または減免を受ける目的で逃亡し、または行方を隠したとき、または身体損傷、または詐欺行為をした者は、1年以上3年以下の懲役に処するとする。忌避等があった場合には、懲役刑を受けた後に徴兵義務を履行する必要がある。現在でも徴兵検査が行われている韓国では、徴兵検査は、 若年男性の最大の関心事とも言える。近年では薬物の服用によって臓器疾患を作病する、あるいは本当に病気になるなどによって不合格になろうとするものも増えている。このような疾患を偽造する薬物の闇取引が横行していることもあり、近年では長平検査の合格基準が緩和される傾向にあり、軽度の投入、ウェブ特集法径はダメ、じゃない。 NHK ニュースハット ABC リーチュチュミオン韓国徴兵、俺の912日講談者アルファ文庫2006年ありがとうございます